台風に関する最新情報をお伝えします。現在台風13号15号この2つの台風があり、今後の動きが気になるところです。こちら気象衛星ひまわりの方で現在の台風の様子を見ていきたいと思いますが、こちら沖縄の北にあるこの白い雲、こちらの方が台風13号による雲です。また南鳥島近海にあります、こちらの白い雲の塊がありますけども、これが台風15号といった流れとなっています。それではですね、台風13号の今後の動き見ていきたいと思います。こちらになります。台風13号ですが、6日の午後9時の段階で非常に強い強さまだ保っている状況ですね。最大風速が45メートル、最大瞬間風速が60メートルということで、東シナ海を北上中です。台風13号ですけども、中心付近の雲よりもその外側の雲、例えば九州に引っかかっているアウターバンドであるとか、また沖縄の南の方にあるこちらの方をやはり湿った空気による強い雨雲が発生しています。今後北上するに従って、こちらの雨雲の方が九州沖縄の方にかかり続けるといった形となりますから、明日もですね、このエリア強い雨、また一部では強い風の方もありますので、十分注意をしていただきたいと思います。続いて台風15号の今後の動きも見ていきましょう。台風15号ですけども、6日の午後9時の段階で、こちら南鳥島近海にあるんですけども、最大風速は30メートルということで、暴風域を伴い始めました。今後ですけども、海水温が高いところを進んでいきますから、8日日曜日の21時には、強い強さで関東沖に達するのではないかというのが現在の予想になっています。その後ですけども、台風の方はこの関東から東海のいずれかの場所に接近または上陸の可能性があるという形で見た方が良さそうですね。それからだんだんと東寄りにまた進路の方を変えていくといった流れとなりそうです。この動きを見る限り、ちょうど8日ですから日曜日の夕方頃から影響の方が出そうです。それではですね、どのタイミングで影響が出てくるのか見ていきたいと思いますけれども、こちらちょうど8日の日曜日18時以降になります。東海の方では赤色で塗られてますから、暴風に警戒が必要な状況となり、こちら雨のアイコンも出てます。強い雨にも注意が必要と、そんな状況となりそうですね。また関東に関しては日付変わりまして、9日月曜日、ちょうどですね、その日の12時までお昼頃まで、風雨ともに強い状態となりそうなので、朝の通勤通学時間帯、場合によっては交通機関の影響が出る可能性があります。また強い風、強い雨も降りやすくなりますから、こちら最新情報を必ず確認するようにしてください。以上、台風13号、15号に関する最新情報をお伝えしました。